い、では中に入っていきましょう。はい、どうぞ。皆さんどうぞ。はい、ちょっと待った、はい、ここで大きな過ちがあります、はい、今挨拶 しなかったですよね、はい、実はこの1の鳥居から中はですね、神聖な場所になります。ですので、まず1の鳥居で軽く会釈をして入ると、ね、まずそれやりましょう。はい、はいはい、もう一回やり直し、はい、はい、どうぞ。はい、ちょっと待った、今どこを歩きました。人生の真ん中を。あなたはあなたは神様です。あの、実はですね、鳥居のこの入ったこの真ん中は神様が通るところです。ですので、どちらか橋を歩くようにしましょう。一の鳥居の先は神聖な場所。まずは一の鳥居の前で軽くお辞儀をします。さらに真ん中は神様が通る道、したがって両端を通るようにしましょう。はい、ということでもう一回やり直しです。はい、はい、どうぞ。いやいや、橋橋橋橋神様は汚れを最も嫌います。ですから、ここでまず体を清めて中に入ると。では汚れとは一体何でしょう。ですよね。まずこの世に最初に生まれた神様というのは誰でしょうか。あ、はい、わかりました。雨の御中主。そうです、雨の御中主ですね。あの、西洋では全てを作った全知全能を神と言います。ところが日本ではすでに宇宙はありました。そこに最初に現れたのが雨のミラカルシです。ではこの宇宙とは一体何なのか。実はこれは命なんです。はい、その命の依り代として最初に現れたのが雨のミラカルシ。そして雨のミラカルシに命が、依り代に命が灯り、そして山や川や海や空といったものに魂を分けたんですね、命を。これを分け御霊と言います。はい、で同じようにその命が我々にも分けられたんですね。ここで実験ですね。ここにこれが雨の田舎主です。はい、炎、これが魂、これが皆様です。皆様よりしろ、ここに骨を灯します。わ、これを分け御霊と言います。さあ、ここでこの炎とこの炎に優劣はあるでしょうか。ない。ないんです。つまり我々の命は神様も皆様も全て同じ命だということです。わー、すごい。でしょ。なのにこの命が離れるとどうなるか。自分と他人になります。でしょ。もともとは一つです。それを命が離れると自分と他人、そして他人と見るとどうするかと、これを責めるんです。これは裏を返せば自分を責めている。つまりこの責めている姿を汚れと言います。で、古事記の中では汚れた状態を何というかというと天の岩戸と言います。え、汚れている状態を天の岩戸。これは一体どういうことなのか。はい、スサノオとあのアマテラスが受け入れをしたときに、ね、アマテラスが悲しんで天の岩戸にこもりますね。この状態を天の岩戸というんです。つまり汚れとは悲しみであったり苦しみ、怒り、ね、悔しさ、こういう感情のことを汚れっていうんです。でしょ。そして神々はその汚れを払うために何をやりました。さあ、神々は天の岩戸からアマテラスを救うために会議を行います。そこで出した結論は、そこに汚れを払う大きなヒントが隠されているのです。そうです、それがお祭りなんです。あー、すごい。つまりお祭りとは
お祭りとは最大の汚れを払う行事なんです。さあ、お祭りの時は何をします？踊る、みこし。そうですね。笑って踊って歌うでしょ、はい、この状態が汚れを払う状態です。つまり清らかな状態というのはいつでも踊れる状態なんですね。でしょ、いきますよ、踊って。そうですね、あの皆様に今怒りや悲しみや苦しみがあったとしたら踊れます。でしょ、ですからいつでも踊ってって言った時に踊れる状態は清らかだということ。ね、だから盆踊りってこうね、決してかっこよくはありません。恥ずかしいな、これプライドです。これも汚れです。だからかっこよくない方がいいんです。これは自分の汚れを払っている。だからお祭りで競争するっていうのもあれ邪道ですね。よく見せようっていうのもあまり良くない、ね、笑って踊ってわっしょいわっしょい、これでいいんですよ。あ、すごい、はい、まあ、こういうのがですね、これ今日読み解くと見えてくるという、はい、ということで早速汚れを払いましょう。はい、汚れを払いましょう。汚れを払う大切さを知った一行は手水舎で手を洗い口をゆすぎます。日本神話古事記アニメーション DVD 発売。西洋にはアダムとイブ、ノアの箱舟、我が国日本には古事記。しかしその内容は難解で多くの人が断念する。断念する人のほとんどが神様の名前が多すぎる、主要な神様がわからない、神様の漢字が読めない、カタカナだとどこで切ってよいのかわからない、オガミなのか女神なのかわからない、その古事記をオリジナルアニメーションでわかりやすく解説。日本の成り立ち、営み、その根底にある日本人らしさとは、私たちが私たちを学ぶ、その原点がここにある。103分3980円、ご注文は匠プロモーションで検索。